ようこそ、ちはやカップへ。待っていたよ、君たち。やあ、せつなきですきだよ。ですね、皆さん、実況者のちはやさんっていう方に誘われたわけじゃないわ。募集していたの、なんかいろいろ喋ってる。ちょっとそんなにポコンポコン言われてもさ、覚えきれんから出てきた。選べってか、わかった。というわけで、ちはやさんっていう実況者さんが開いている、ちはやカップという、もう名前そのままという自分の自己主張の激しいような名前のカップをやっていきたいと思います。まず1戦目は、1戦目、1グランプリ目が兵法のみでね、マシンの、ちょっと待って。ウォーターバグ。コースはね、ちょっと制限がありまして、この今出ているコースの中からどれか選んでくださいみたいなルールで一つ目のグランプリ。で、キャラクターも兵法のみで、マシンのパーツも決められている。俺が選ばれたー、俺の適当に選んだが選ばれたわ、兵法だらけ。わ、2位のやつ俺と色かぶっとる。赤は俺だろ。俺は赤だろ。俺が赤だろ。何お前赤取っとんねん。誰やねん、あいつ。あの2位の赤誰やねん。2位の赤置いてかれてるやん。ざまあねえな。赤は俺じゃ。それにしてもこんなに兵法集まってる瞬間、マリオカートってさ、なかなか類をみんなこれ。いいぜー性能差があんまないけんさ、スリップストリームとかそういうの駆使してさ、とにかく速い走らんかったらあかんタイプなんだ。あー、取れんかったアイテム。そもそもさ、俺ミー以外のキャグダなんか使わんけんな。あんまつさ、兵法なんかあまりにもマイナーなキャグダそんなに使わんのに。行け、光れ。ピュン。何の罪もないカンラージを飛ばしました。あ、まだ来た。光っております、光っております。横をキーラーを通っていきます。くらえくらえ、ボケ殺す。別に当たる必要はなかったのにさ、とりあえずスター光り始めたら当たりたくなるよね。そしてダッシュしたくなるよね。あっ、マリオカートあるある、キノコを3つ持っていただけで大体サンダーが落ちてくるという俺のあるあるが来ました。俺は運のない男です。全体的に運のない男です。今見たらさ、右のコースの図見てみ、これ兵法集まりすぎてさ、すごい気持ち悪いやんこれ。兵法戦さ、まあ、よう見たらちょっとさ怖いような見た目が、なんか何考えとかわからんところがあってさ。とかやりよったら3周目です。ラストスパートかけます。いてーお前。ありがとう、キノコくれて。いくぞ。よう考えたらさ、このコース選んだ俺やけんさ、俺が上位に行って、上位におらんかったらさ、ちょっとあかんやつやん。もうさ、1コース目からさ、もうベラベラよくわからんこと喋りまくりよ、だけになってしまうよ。このストレートで、キングキロ、キロ、いやー、いけ、飛ばせ、飛ばせ、ビリは嫌ー、あー、ビリから3番目。もう何を言ってるかようわからんぐらいに緩い。そして、同じ赤いやつに負けた。まあいろいろね、コース選択権がありますんで、そうやなーって言っても俺、このコースの名前見てさ、どんなコースかって全然出てこんけんさ、適当に選んどくわ。ドルフィン岬にしとくわ。ドルフィン岬にしとくわ、とりあえず。スターカップのドルフィン岬にしとくわ、俺は。さっき1位取った人、王冠全然似合ってないな。めっちゃ光っとるやん。めっちゃ顔焦げとる人がめっちゃ光っとるという、よくわからん物理法則を無視したような光り方をしている。あ、紹介してませんでしたね。今回の作者はこんな感じの人です。知っている人が2人しかいません。それ以外の人は初見の方。実は俺人見知りなのであんまり喋れないタイプなんてことを言いながら2コース目が始まるのです。もうテンションおかしい。もう今の俺のテンションはおかしい。同じキャラがさ、こんなムラムラしてるからね。ムラムラって言ったらいやらしいけど。
そしてアイテム取り逃す。狙うはもう上位ですから。行って、あ、でもいけるいける。ここでダブルきっちり取っての、ここコーナリングをうまく決めての、突撃の、あー、よいしょ。加速を決めての、おっと、ここはきっちり横を通っての、突撃ので、キノコばっかやな、これ。俺のところ、キノコしか来んやん。けど上位来てるやん。今回は表彰台狙うぞ。3位以内狙いたいな。まだ県内やけんな、表彰台県内におる。これバナナちゃんときっちり確保しておいて、ここで決める。ここの子いいって、お前あいつ俺の俺あ、うまいうまい、めっちゃきバナナで敵を倒すってさ、なかなかないけんさ、うまく決まった時の嬉しさよ。当たった。ここきっちりコーナー決めて3位に躍り出て、まだ1位と2位が目の前におるけんな、まだ分からんぞ。ワンちゃん青い甲羅が来たらいける。それでも俺キノコしか来ない、さっきからキノコしか来ないんですけど、どういうことですか千早さん。 俺にはキノコしか分けてくれないんですか千早さん。おい主催者。今スカイプチャットの方でゆるゆるって楽しみをしようって千早さんがねコメントしてるんですけどね、もう俺へのアイテム配分がさ、キノコしか来たわ、赤コーラ来たわ、そんなこと言うたらさ、赤コーラ来たが食らえ沈め、キノコを3個持っているお前の向かいじゃ。3位じゃ、4位5位、あ、順位が入れ替わって、あ、ちょっとバナナ怖い、バナナ怖い、バナナは怖い、バナナは夜食。アホガール。よっしゃ、最後の最後でキノコ、ここはキノコが欲しい。キノコじゃねえのかよ、暗いボケ。攻めて暗い、攻めて暗とけ。当たらない、当たらないよ。ボーメラーが3回も当たらないよ。順位中途半端な順位だろ、6位だよ。そしてゴールした瞬間に突き飛ばされたよ。あ、カカシさんさっき赤だったのにさ、俺に赤譲ってくれたんやけど、うん、ありがとうな、カカシさん。赤は俺の色やがんな。かいう平凡な順位で2レースをすでに終えてしまった鈴田圭介、なんかもったいないような。もっと真面目に走れば上を目指してたんじゃないかって、そういう気分で終わってしまいます。さて第3ルール、おっとコメントでゆゆる楽しみましょうっていうタルさんの声、タルあ千早さんだ、まあどてもいいけど、もともとタルさんで名前だったからそっちの方が馴染みがあるんだ僕。あ、やばい、選べ選べ、ちょっと待って、ツーズスイさん選んでもだ。ちょっと待って、俺選んでくださいの中にツーズスイさん選ばれてないやけど。選ばれないように、俺のは選ばれないように、俺のは選ばれないように、待って、過ぎろ過ぎろ過ぎろ、やった、危な危な。選ばれちゃう、赤いやつ選ばれそうにはとったやないか、ワンちゃん。ちょっと止まるポイントが一つ遅かった、危なかったやん。よっしゃ、第3レース、本当さ一番ゆるいのは俺の喋る内容やけんな、トークの内容やけんな。もう暴走としか思えない。ちょっと待って、クマモンって人のタイヤ、一人だけめっちゃでかいタイヤ履いとんやけど、あいつどこのサプライ受けとんな、あれ。絶対一人だけさ、ダンロップタイヤや。ダンロップでかいっていう理由は分からんけど。一応、あの、仲裁者の権限ということで、持ってないパーツが、あの、規定タイヤに選ばれとったら、規定のパーツに選ばれとったら、まあ、なんかで代用しても構いませんよって話になったけどさ、あれ、全然見た目違うような、サイズが全然違うやつ選んでやんな、あの人。いいの？あれ、すごい、そのクマにしていいの？性能だいぶ違うだろうな。ダートに強い構造になっている。いけ、ショートカット。で、ここで立ち上がり決めて、もう一丁決めて、の、踊れる4位。3位、行くぞ。今度こそ表彰台じゃ。いってー！まだわからん、まだわからんぞ。まだわからん。
ここをきっちりコーナリング決めて、おっとこれはアガードする人もなかったが、潰せイエスイエスアノートイエスアノートもう一丁イエスアノートクーマモンおいでよクーマモン。絶対この人ネットでの名前クマモンじゃない、しかしクマモンという名前になっている。おっとやばい、アイテムがない、アイテムか。よっしゃ、キノコがこのタイミングで手に入るのは嬉しい。ショートカットができるから、みんながショートカットできないが俺はできる。よっしゃ、そういうつもりがあって、狙い撃ち当たれー怖かろう。あ、そのタイミングで赤コーラ、そして青コーラが横を通り下がっていく、その夏の日々。あいだーって、ちょっと、ちょっとデスコン決まってる、デスコン決まってますもうトークはおかしいことになっている。これもグランプリならではということにしとこう。もっと光って、今ビリだが、ここから巻き返しを狙ってキノコが手に入る。ショートカットの前、ショートカットの前ではないわなショートカットはもうちょい先じゃ。だからもうどんどん上位に上がって、このアイテムでキノコを確実に取りたいところ。キノコ切れますよね、この順位だからキノコできますよね。キノコ来ました、やっぱりキノコです、キノコです。ショートカットを決めて、できるだけ上のに行きたいが、どこだ、ならない、中途半端、中途半端そしてチェック、おっと赤俺しかおらんわ、みんなちゃんと赤を俺に譲ってくれとるわ。うん、それだけでも俺は満足です。テンションがおかしい、もう一つ目のグランプリから俺のテンションがおかしい。今回ちゃんとさ、ちゃんとコース選ぶからな、選ばなあかんやつから。ビッグブルー、ビッグブルーじゃ、もう今回の目玉はビッグブルー選んどきます。お、みんなビッグブルー、空気読んでビッグブルーです。もう俺の気分もブルーだけどね、順位が低すぎてあ、やった、やっぱ最後はビッグブルーよな。え、最後なんこれ、4コースで終わるよなもうそこもよく分かってない。やっぱ3位のあの赤でかいタイヤだけなんか威圧感あるんやけど、あー威圧感に負けてターボするわそったじゃないかててんてんててんてんててん、もうテンションおかしいわてんててんてんててん、ここぎっちりダブル取ります。キノコで加速します。あ、危ない、ちょっと危なかった、危なかったが立ち入って、きっちりちょっと加速の方の床を通って、ダブルを取れない、取れないよ、ダブル取れなかったよ。ここでコインを稼いで加速力をつけます。そして加速によってこの水の上を走っていく。今1人2人とまた抜いていき、ダブルを取り、ダブル取れていない、ダブルを取ろうとしたらなかなかダブルの相手、あの無慈悲ならさ引いていくんどうにかならないかなよっしゃ行こう、どんどん行け、もうテンションがおかしい。あ、後ろからすごいの来てる、逃げろ逃げろ、後ろからすごいの来てる危なかった、誰だよあれ、あんな光りながら走っていいとは言ってないぞ誰もおっとゴースト行け、絶対ゴーストって名前ではない。あ、ダイナマイトが来ました、ダイナマイトを投げます。危ない、ワンちゃん俺が食らう危ない、誰も得せんようなダイナマイトだったね今の置き方。行って、あ、やばいやばい、ゴール前なのに、ゴール前なのにさ、このショートカットを使うところでキノコ持っていない俺はもう人生の巻き込み、人生の巻き込みというレベルで抜かれている。あー、どんどん抜かれて、あー、 B じゃないだけマジ。ナイストライあー、10ゲーム勝たなければゴミ